はないと見ていいんでしょうか。これはバット出ず三振です。スリーアウトチェンジ。ランナー出ましたがベイスターズ得点には至りませんでした。6回終了0対0両チームまだ無得点です。小宮山さん、ここまではランナー出すもののピンチでも得点を許さないという粘りのピッチング続いてますがいかがですか。いや、非常に持ち味を発揮してといいますか素晴らしいピッチング内容ですよね。そうですね、非常に丁寧に投げてる印象ですね。引っ張った、サード取った、アウト、ワンアウト。小宮山さん、現在のピッチャーの状態まだ100球には達していませんがどうでしょうか。まあそろそろ疲れも出てくる頃ですかね。そうですね、ただまだ続投ですからここは踏ん張ってほしい。まず何を投げてくるか。初球打ち切りました、ファウルボールです。ご注意ください。ど真ん中決まった、ノーボールツーストライク。アウトロー外れます。さあ勝負してくるのか。これもファウル、これが5球目。打ちました、石川、ツーアウトになりました。バッターボックス石原、ツーアウトランナーありません。初球ボール、次が2球目。インコースに持っていきました。切れていきます、ファウル。変化球空振り、スリーアウトチェンジ。この回パーフェクト3人で攻撃を終えています。0対0両チームまだ無得点です。さあそしてここからはラッキーセブン、ベイスターズの攻撃に入ります。西さん、ラッキーセブンとはよく言うんですがこの7回は選手の中ではどんな感情が出てくるもんなんですか。まあこの辺りからね、終盤ですからね、まあ1点の重みっていうのが出るのはこの回あたりからですよね。なるほどね、入れてきました、あっという間に2ストライクです。打ちました、弾き返した打球はライトへ、ここは打ち上げています、ライトが取りました、ワンアウトです。打順は5番ロペス、今日はここまでマルチ安打を記録しています。まずはワンアウトを取っています。変化球が決まりました、ノーボールツーストライクです。3球目見送っています、ボール。入れました、ファールボール。打ちました、ワンバウンドヒットになりました。これで3打数3安打の猛打賞、ワンアウトランナー1塁となりました。ここはうまく打ち返して出塁していきました。2つの送りバントを決めています。ヒットでランナーを1塁に置いています。まあ向こうは併殺を狙ってると思います。バントしました、しかしこれはファウル。ここはゲッツー体制のまま送ってきた、あっと取ってアウト、送ることはできません。ツーアウトランナー1塁と変わります。7番バッター白崎、先ほどの打席はサードゴロに倒れています。ランナー送りバント失敗で進めることが、変化球打った、ショート正面掴んだ、二塁アウトでスリーアウト。ランナー出ましたがベイスターズ得点には至りませんでした。7回終わって0対0両チームまだ無得点です。先発の野村がバッターボックスに入ります。まあ完封を目指していると思いますから代打はないですね。そうですね、最初はボール、
今のはボールになります。ボール先行です。インコース空振りです。低めの球手を出しました。ツーストライクツーボールと追い込んでいます。バットに当たりません。三振。まず一つアウトを取りました。小宮山さん、100球を超えていますがまだ投げさせますかね。どうでしょう、ちょっと限界のようにも見えますけどね。ああ、なるほど。ベンチもどう動いてくるかですよね。際どいコースに送ってストライク。空振りになります。ノーボールツーストライク。三振になります。ご覧いただきましょう。最後は三振を奪いました。打順は2番菊池。先ほどの打席はショートライナーに倒れています。ツーアウトランナーありません。最初は変化球できました。改めてお聞きします、この菊池どういったタイプのバッターでしょうか。まあ、ここまではっきりと左ピッチャーに強いとベンチは右ピッチャーを使いやすいですよね。ああそうですか。引っ張った。これはどうだ。サードうまくさばいて一塁アウトで3アウトチェンジです。この回カープ三者凡退です。0対0。両チームまだ無得点です。ベイスターズの攻撃。打席には1番バッター高城。先ほどの打席は先制のチャンスだったんですがサードゴロに倒れています。ベイスターズ得点に動きはありません。0対0で迎える8回。バッターボックスには代打の後藤。谷さん、ここで切り札登場ですね。いや、きっちり役割をね果たしたいですよね。そうですね、この起用に応えたい。球は際どいところに来ました。ストライクです。ファウルになります。これが3球目。変化球空振り。ツーアウトになりました。今日は代打で途中出場。2回目の打席が回ってきました。先ほどの打席はセンターへヒットを放っています。ツーアウトランナーありません。打ちました。セカンドが取る。一塁アウト。スリーアウトです。この回ベイスターズ3人で攻撃を終えています。8回終わって0対0。両チームまだ無得点です。さあ交代を告げられ、リリーフカーに乗ってゆっくりとマウンドに向かっていきます。これから9回カープの攻撃です。そしてベイスターズはピッチャーが変わります。エレラが2番手としてマウンドに上がります。きっちりと抑えていきたい場面での投入です。西さん、両チーム一歩も譲らない攻防を見せてくれてますね。いや本当ですね、これからねベンチの采配というのも一つ、面白みがあると思いますよ。ベンチワークにも注目しましょう。打ちました。いい当たり。セカンド取る。アウト。ワンアウトです。バッターボックスには5番新井。エレラ、まずは先頭バッターを打ち取っています。初球空振りです。スピードボールを持っています。際どいところ、これはボールになります。痛烈、切りました。ファウルボールです。引っ張った。これはどうか。ヒットになった。これでマルチヒット。ワンアウトランナー一塁です。ここはうまく引っ張られてしまいました。いいバッティングされましたね。バッターボックスには5番エルドレッド。ヒットでランナーを一塁に置いています。初球は何から入ってくるか。ファウルです。こ
ここはゲッツーを取りたい場面ですね。そうですか。さあバッテリーどう組み立ててくるのか。ボールになります。レフトに持っていった。ワンバウンドヒットになった。中継にボールが送られる。レフト前ヒット、エルドレッド。これが自身本日の初ヒットになります。ここはうまく引っ張られてしまいました。いいバッティングされましたね。バッターボックスには6番鈴木。ベイスターズ連打でランナーを増やしています。連打を浴びてますんで、ここで打線に勢いをつけさせないようにしたいですね。さあ先制のランナーを背負ったこの場面です。得点を許すこととなりました。まあここまでいい形で来てましたからね、もったいないですよね。この土壇場で痛恨のホームラン、ついに均衡が破れました。バッターボックスは7番阿部。ベイスターズこの最終回で得点を許しています。小宮山さん、最終回大きな局面を迎えてますね。まあこの後をしっかり抑えることですよね。そうですね。一度気持ちを切り替えて踏ん張ってほしいところ。変化球で空振りを取ります。打順は8番石原。ツーアウトランナーありません。インコース空振り。2球目は何で来るか。切れていきます。ファウル。ツーストライクです。3球目打ちました。ワンバウンドヒットになりました。これでマルチヒット。ツーアウトランナー一塁。さあこの終盤で追加点のランナーを一塁に背負います。そしてバッターはピッチャーの野村。まあ先発として引っ張った。これは三遊間抜ける。これでマルチヒット。ツーアウトランナー二塁一塁。さあそして打席には田中が入っています。さあ追加点は許したくないところ。ここで離されると難しくなってきますから。ライト線へ持っていった。大きいぞ。入った。ホームラン。田中ダメ押しの一発。今シーズン第1号のスリーランホームラン。これがチーム2本目のホームラン。ベイスターズ追加点を許します。6対0になりました。ストレートが真ん中に行ってしまいましたね。そうですね。小宮山さん、ピッチャーはちょっと苦しくなってきましたかね。そうですね。とにかく落ち着きたいですよね。ここは慎重に行きたいところ。ご覧いただきましょう。この場面でホームランを打たれ点差を広げられます。この追加点は正直厳しいですよね。最終回非常に苦しい展開となってしまいました。バッターボックスには2番菊池。ベイスターズここに来て得点を許しています。引っ張った。サード取った。一塁アウトでスリーアウトチェンジです。しかしこの回カープ2本のホームランが飛び出しました。6対0カープ先制です。無失点の好投でここまで来ました。西さん、ついに最終回を迎えてしまいました。いかがですか。いや本当ですね、まあ、ここまで来てしまいましたけれども、まあ、最後にね、なんとかしてほしいですよね。チャンスを作り出すかどうかを注目したいと思います。打ちました。阿部アウト。ワンアウト。打順は3番梶谷。まずはワンアウトを取っています。アウトコース見送ってストライクです。一塁線落ちてフェア。一塁蹴って二塁に向かう。
試合連続安打。ワンアウトランナー二塁となりました。4番バッター筒香、まあここから試合をひっくり返すというのはなかなか難しい。いい当たりだ。セカンドが抑えた。一塁アウト。しかしこれは進塁打になりました。5番バッターロペス、今日はここまで猛打賞を記録しています。ツーアウトランナー三塁です。さてバッターボックスのロペス、バッターとしてはどういう特徴がありますか？まあ引っ張らせると怖いバッターですね。空振り三振、ランナーは動けませんでした。試合終了。相手ピッチャーの前に手も足も出ず完封負けを喫しました。 DeNA ベイスターズは屈辱の黒星となりました。西さん、今日は打線が完全に封じ込められてしまいましたね。振り返っていかがでしょう？まあとにかく今日はピッチャーが良かったということしか、まあ、言いようがないでしょうね。相手を褒めるしかないですかね。勝ったカープ大量点を取って大勝ということになりました。一方の DeNA ベイスターズですが、非常にダメージが残りそうな、そんな今日のゲームになりました。ご覧のように今日のゲームは DeNA ベイスターズ敗れてしまいました。今日の解説は小宮山悟さん、西俊久さんのお二人でした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。この辺りで横浜スタジアムから失礼いたします。